生越しの皆さん、こんばんは。こんばんは。まずは自己紹介します。どうぞ。はい、紫色担当白石ゆきなです。ゆきなー。かばんよしねー。ご紹介、パープル担当天城モデです。天城です。はい、ということで甘いパープルの舞踏会お越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。今日は1月7日私とゆきなちゃんのお誕生日です。イエーイ。自分たちだからさ、おめでとうってなんかやりづらいよね。ちょっとなんかおめでとうって言ってほしいから、おめでとうって振っていい？ああ、言ってくれた。ありがとう、ありがとう、ありがとう。そう、告知の時にもね言ってたんですけど、私たち担当カラーも同じ紫だし、誕生日も1月7日ということで、はい、共通点がいっぱいなんですよね、はい、髪の長さも一緒で。私もこの長さのさ、ツイテールにしてくればよかった。下で結ぶやつ。そうで、今日は同じ紫だからってことで、天城の紫色のカラー衣装を貸してみました。どうですか？ありがとう。めっちゃ可愛い。細くない？なんか、私もうこの衣装着れないよ。明日から着れないよ。変わんない？ありがとう、ありがとう。そう、ちょっとはね、みんな基本的には共通の白い衣装なんだけどね、はい、そう、カラー衣装もめちゃくちゃ似合ってて可愛いので、いっぱい撮ってあげてください。今日限りですよ、こんな撮って撮ってください。あー、可愛い可愛い可愛い。あわしがもう5日も来たから大丈夫です。可愛い。ありがとうございます。ちょっと長めに枠撮ってもらったので、いっぱい喋ろうかなと思って、いっぱい写真撮っといてください。写真撮影タイムにします。ありがとうございます。こんくらいにしときましょうかね、キリがないでね。ありがとうございます。ゆきなちゃんは18歳だったかな。18歳になりました。若い。おめでとう。若い。18歳の目標とかあるの？目標はダンスと歌を頑張ります。この間言ったので大丈夫。せっかくやから、なんか一言ぐらい言っとく。一言ですか？来てくれてありがとうみたいな。今日は来てくれて本当にありがとうございます。ありがとうございます。これからも応援よろしくお願いします。お願いします。じゃあそんなところでね、コラボもあと1曲楽しんでいきましょう。それでは聞いてください、幸せダイアリー。
城マネーと白石ゆきなでした。ありがとうございました。ありがとうございました。